デイビット・ディックソン・ポーター、デイビット・ディックソン・ポーター、A、デイビット・ディクソン・ポルテ、1813年6月8日から1891年2月13日、アメリカ海軍の提督であり、南北戦争では最も注目された海軍の英雄の一人となった。ポーターは海軍少将の位を得た最初のアメリカ海軍主官の一人であり、南北戦争の前には、 提督が王統派の意味合いがあると考えられたために海軍巡将より高いくらいに登った士官はいなかった。ポーターはペンシルベニア州チェスターで米英戦争の英雄であるデイビッド・ポーター海軍巡将1780年から1843年の息子として生まれた。1826年にメキシコ海軍の士官候補生として海の経歴が始まり、 その後ニューヨークのコロンビア大学に進んだ。1829年2月2日に主管候補生としてアメリカ海軍に入隊した。1836年から1840年は海岸測量に配置され、その後ブラジルの水域を巡航した。次にワシントン DC のアメリカ海軍天文台で勤務した。米北戦争にも参戦した。1861年。 ポーターはアセスポーハタンを指揮して海軍のメキシコ湾戦隊に加わった。4月22日に海軍中佐1863年2月7日に海軍大佐に昇進した。1862年のルイジアナ州ニューオーリンズに対してミシシッピ川を遡る遠征、ニューオーリンズの戦いには21隻の砲艦と幾隻かの蒸気船を率いて加わった。 1862年から1863年にかけてのユリシーズ・グラントが率いたビックスバーグ方面作戦ではポーターがその機関アセスブラックホークに乗ってミシシッピ川戦隊を指揮した。グラントはビックスバーグに近づき攻略するために一連の独創性を発揮し、これがグラントのバイユー作戦と呼ばれている。その共通目的は 南軍の砲台下にあるミシシッピ川を直接接近する要請なしにビックスバーグから射程内に軍隊を配置できる別の水路を使いあるいは建設することだった。しかし、グラントの梅遊作戦はことごとく失敗した。グラントはその格好たる決断力で知られており決して諦めなかった。最後の選択肢は大胆だったが危険を伴うものだった。 ミシシッピ川西岸を降り、ビックスバーグの南で川を渡り、南と東からビックスバーグを攻撃するか、ナサニエル・バンクスの軍隊と合流し、ポートハドソンを占領し、続いて共同してビックスバーグを征服するというものだった。ビックスバーグより上流にいたポーターの船体は、砲台の下をかいくぐり十分な砲刊という操船をビックスバーグの南で確保する必要があった。 一橋下流に出てしまうと川の流れで速度が極端に遅くなるので、もう一度ビックスバーグの砲台の下を過ぎることはできないはずだった。1863年4月16日、月のない晴れた夜に、ボーダーは7隻の砲艦と3隻の物資を積み兵士は乗せていない輸送船をビックスバーグの崖下に送った。音や明かりは極力出さないようにしていた。 しかし準備の効果がなかった。南軍の保証が歓迎を認め、崖上の砲台から大量の砲弾が発射された。視認性を高めるために川岸に許可が灯された。北軍の砲艦が応射した。ポーターは南軍の大砲が行革を抑えられないために、主に北軍艦船の上の方に撃ってきていることを観察し、艦船を砲台の真下にあたる東岸に寄せさせた。 非常に接近したので、南軍の指揮官が命令を出す声も聞こえ、砲弾は頭の上を飛びすぎた。北軍船隊はほとんど損傷なく生き残った。13名が負傷しただけで、死者はいなかった。ヘンリー・クレイ号が航行不能になり水際で燃えた。4月22日、他の6隻の艦船が物資を積んで、同じように通過した。1隻は通過できなかったが、 戦死者は出なかった。乗組委員は船の残骸に乗ったまま下流に流された。次は、グラント軍をミシシッピ側の西から東に渡す必要があった。1863年4月29日、ポーターは7隻の攻勢被覆砲艦を引き、グランド湾の要塞と砲台を沈黙させその地域を、ジョン・ A ・マクラー・ナン・少将の第13軍団で確保する意図で攻撃を始めた。 輸送船や橋家も伴っていた。7隻の砲艦による攻撃は午前8時に始まり、午後1時半まで続いた。この戦闘中、砲艦は南軍大砲から100ヤード以内まで接近し、ウェード砦の下部砲台を沈黙させた。小番砦の上部砲台までは届かず、砲撃が続いた。北軍の砲艦、そのうちの一隻アセしたスカンビアは動けなくなったと。 輸送船は交代した。しかし、暗闇が訪れてから、砲艦が再度南軍の大砲に砲撃を始め、その間に蒸気船や橋家は難所をすり抜けた。グラントはその軍隊を陸路進ませ、グランド湾の下流カフィポイントまで進ませた。輸送船が、グランド湾を過ぎた後で、リシャルーンのプランテーションで兵士を乗せ、グランド湾より、下流のブルーンズバーグで、川向こうの岸に下ろした。 この部隊は直ちに陸路をポートギブソンに向かった。ポーターはこのグランド湾の戦いで水陸共同作戦を遂行中に頭を負傷したと言われる。7月4日に海軍少将に昇進したが、これはビックスバーグの南軍が降伏した日だった。1864年4月には連邦議会から陸軍と協力しミシシッピ川を解放した時に、 彼とその船隊が示した優れた技術、忍耐及び勇敢さに対して感謝状を受けた。1864年のレッド川方面作戦では、南軍のジョナサン・エイチ・カーターの指揮する海藻砲艦、ミズーリを降伏に追い込んだ。1864年に、ポーターは北大西洋封鎖船隊を指揮することになり、60隻の艦船を率いて、 1865年1月の第二次、フィッシャー砦の戦いに参戦し、砦のダッシュに成功した。1月15日、ポーターの砲艦が、砦の海側に対して、砲火を開き、正午までに2門の大砲を除き沈黙させた。その間に、アルフレッド・テリー少将の陸軍が砦に入ったが、かなりの苦戦を強いられた。ポーターの砲艦は、北軍の士気を維持することに貢献した。 その報酬の照準は恐ろしく正確であり、北軍が海側の防壁に近づくにつれて守備隊を排除した。この先行レポーターは、再度次のような議会の感謝状を受けた。1865年3月遅く、南北戦争も終戦間近となった頃、北軍の総司令官グラントは、エイブラハム・リンカーン大統領に、バージニア州指揮ポイントにあったその作戦本部を訪れるよう誘った。 この時、ウィリアム・シャーマンがたまたまノースカロライナ州からシティポイントに来合わせ、またポーターもその仲間に加わった。その結果リンカーン、グラント、シャーマンを及びポーターが大統領選、リバークイーン号に集まった。この4日間の会合は、ジョージ・ P.A. ・ヒーリーの有名な会が平和の作り手たちで記念さている。ポーターは年月に海軍中将に、 1870年10月17日に海軍大将に昇進した。このことで戦後時代の最上級士官になった。戦後の任務はアメリカ海軍高校局長だった。1866年から1870年は海軍兵学校の校長を務めた。ポーターは死ぬまでにいくつかの海軍に関する本や小説を書いた。ポーターはワシントン DC、ある資料では ペンシルベニア州ハリスバーグで死に、アーリントン国立墓地に埋葬されている。ポーターは、生涯現役で過ごしたが、これは、アメリカ海軍の士官として、他に二人しかいないという栄誉である。ポーターは1839年3月10日に、ジョージ・イアン・パターソンと結婚した。夫妻には10人の子供が生まれ、その中には、カーライル・パターソン・ポーター中佐がいる。 ポーターの妻はダニエル・パターソン海軍巡将、やはり米英戦争の英雄の娘であり、このことでカーライル・ポロック・パターソンやトマス・エイチ・パターソン帝督とは義系弟になった。兄はウィリアム・リー・ポーター海軍巡将、ニュー兄弟はデビッド・ファーラガット帝督である。また、アメリカ陸軍のフィッツ・ジョン・ポーターとはいとこ、南軍の将軍トマス・エイ・ハリスとは義系弟だった。 ポーター提督は数冊の本を表した。アメリカ海軍の5隻の艦船が、ポーターとその父にちなんで、アセスポーターと名付けられた。4代目は、駆逐艦ポーター、5代目はポーターで現役である。海軍兵学校のポーター道路、またの名は、士官道路もポーターにちなんで名付けられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。